では次に平成26年1の括弧2をやっていきましょう。箱 A に赤玉1個と白玉3個、箱 B は白玉4個という状態です。で、何をするかというと AB からそれぞれ1個の玉を取り出すと。で、ここでそれぞれを移し替えるという思考を繰り返して、この思考を4回繰り返したときに赤玉が箱 A に入っている確率を求めるといったような問題です。で、これはよくある確率全化式の問題です。で、この場合は N 回目の思考後に赤玉が箱 A にある確率を PN とか、箱 B にある確率を QN とかというふうに置いてあげます。そうしますと分かることは、最初に赤玉は箱 A にありますので P0 イコール1、 Q0 イコール0というのが分かります。で、もちろん赤玉というのは箱 A か箱 B のどちらかにありますので、足したら1ということも分かります。で、まず最初に1回目の思考というのを考えましょう。1回目の思考後というのは、赤玉が箱 A にある確率というのは、これは最初に赤玉は箱 A に入ってますので、イメージとしてはこういう感じですよね。赤があって、最初に A と B があって、片方に A の方に赤玉が入っているということですので、ここで入れ替えを行うと1個で、1回の入れ替えで赤玉が引き続き A に来る確率というのは、当然白玉同士の取り替えということなので、この4分の3と、赤玉を引いちゃいけないんで4分の3、箱 B は何を取っても構わないので1ということで、 P1 は4分の3というふうにあります。 P1 は分かったんですが、今度は N 回目の思考後に赤玉が箱 A にあるという状況、これは2パターンあって、同様の図を書くと、このように A の方に赤玉がある場合と、B の方に、これともに N マイナス1回の時、 N マイナス1回目の思考後の時に赤玉が A にある場合と B にある場合と、で、A にある場合というのは先ほどと同じように N 回目には4分の3の確率、 白玉同士の入れ替えと、これが起きた場合に引き続き N 回目にも赤玉が来ると。ということで、このように4分の3倍の PN-1 と、第 N-1 回目の思考後に赤玉が A にあった場合には4分の3の確率で、そのまま N 回目にも赤玉が A に来ると。で、逆に今度は N-1 回目の時に赤玉が B にある場合というのは、この赤玉を入れ替えてあげなくちゃいけないと。 A の方は何とっても構わないんですが、 B の方は赤玉を取らなくちゃいけないということで、これは N-1 回目に B
に赤玉と。N-1回目の試行後に B に赤玉のある確率 QN-1 に対して4分の1を書きてあげると、これらの和で PN というのを表すことができます。ではこの全化式を整理してあげましょう。先ほど QN-1 のところというのは、これはこのように 1-PN-1 という形で表されますので、結局 PN イコール、これ整理すると2分の1マイの PN-1 プラス4分の1という形で表されます。まあこれは高校数学にあったんですけれども、何か適当にここに文字を代入してあげると、何でもいいんですけどね、ここに X とか U のを入れてあげると、でこの X というのを解いてあげると、この場合は X イコール2分の1倍の X プラス4分の1という形になりますので、この X というのは2分の1というふうになります。なのでこの全化式というのは PN-1/2イコール2分の1倍の PN-1/2という形で整理ができます。これ以下順々にやっていくと、2分の1乗かける PN-2/2と、これが以下繰り返されていって、最終的には2分の1の N-1 乗かける P1-2/2という形になります。P1 は1回の試行後で赤玉が A にある確率なので、ここで4分の3というのは求まっています。なのでここで P1 イコール4分の3というのを代入してあげると、そうすると4分の3引く2分の1は4分の1になって、結果 PN-2/2 というのが4分の1倍の2分の1を N-1 乗と表されます。したがって一般項は PN の一般項というのはこのような形で表されると。で、問題では何聞いていたかというと、ちょっと問題文に戻りますが、この試行を4回繰り返したときと、で、赤玉が箱 A に入っている確率と。ということなので、ここで N24 を代入してあげればいいということです。あとはこれを計算してあげればいいんで、答えは32分の17というものが求まります。で、回答欄を見ますと、32分の17というのは、ここに E にありますので、回答は E というふうになって、正解は E というふうになります。それでは平成22年1の括弧1をやってみましょう。確率全化式の問題です。数直線があって0から10までがあると。で、粒子がこの間を移動すると。で、粒子が K というところにあった場合には K-1K プラス1どちらかに動くと、ただ動く確率が 0.6 と 0.4 というふうになっています。で、スタートは6にいると、その時に、0に達する確率はどうなるかといったような問題です。問題のポイントとしては、今 K にいるのが K-1 と K プラス1に行く確率は 0.6 と0.4 というところですね。あとは点10に達すると終わってしまう。で、初めに点6にいるといったところがポイントです。では、このような問題では、今点 K にいるときに、この点10に達する前に点0に達する確率というのを、これを XK というふうに置きます。そうしますと、当然今0にいたらもう到達済みなんで1と。で、10に行ってしまったらそこでもう動きは止まってしまうんで、点0には行けないと
いうことで0というふうになります。で、ここでですね、先ほどの、まあ、数直線をもう一度書きますけれども、今、K というところにいます。なので、それぞれが 0.6 と 0.4 と、確率で K-1 と K+1 に移動するということです。なので、今 K にいて、これが0に到達する確率というのは、0.6倍の、0.6 の確率で K-1 に移動するんで、0.6 倍の XK-1 と、いう形で表すことができて 0.4 の確率で右側に移りますので 0.4×XK+1 という形で表すことができます。なのでこれで全化式ができましたので、これを式変形してあげます。ただこのような三交換の全化式というのは、この場合は特性方程式をこのように置きます。一番項数の多い xk+1 を 0.4x2 乗と。で、真ん中のものをマイナス。これを右辺に持っていくということで、マイナス x で、あとプラス 0.6 という、こういう特性方程式を解くと。そうしますと、解が2分の3と1が出てきますので、実は、この全化式というのはここに1が隠れていると。でもう一つの解の2分の3とここに1が隠れていて2分の3という形で、この特性方程式の解を用いて全化式を整理することができます。なのでこの xk+1 というのはこのような形で表されて、これを順々に K を下げていくと、実はこのような形で表されます。ちょっとこの問題難しいのは、三交換の全化式が分かっている場合は、この場合は最初の2項、例えば、X0 がいくつか、この場合はもう X0 は1と分かっている。ただ、X1 が何か分からないと。これは分かっていないと。いうことで、この三交換の全化式っていうのは、実はこの最初の2つが分かっていないと求まらないと。なので今はちょっとこの xk+1-xk というのは一旦これで置いておきます。でどうするかというと、今 x0 は分かっていて x1 は分かっていない。ただちょっとここに戻りますが、 x10 が0ということは分かっていると。ということで、ここの1番の ① の式、これをですね、K を0から9まで足していきます。そうしますと、左辺というのは、それら足していくと、交互に消えていきますので、残るのが x10-x0 という形になります。で右辺はどうなるかというと、まあ、常にこれがかかっていてですね、右辺は等比数列の和と。このように2分の3の形状が0から9まで来ますので、このような和で表されるということです。でここではまた別に K を0から5まで1の式足してってあげると、これ同様です。そうすると左辺はこのような形になります。まあこれは X6 を今求めようとしていますので、わざとこの K が0から5までの和を取っているということなので、同様にここは6になるということですね。そうしますと、この2番の式、この式と3番の式、これから X6-X0 というのはこのような形で表されます。
これは3番から x0-x0 というのはこのような式です。で、丸2番からですね、 x1-x0 というふうに表しますと、これで割ってあげればいいので、このような式になると。なので、これをここに代入してあげると。そうすると x6-x0 というのは代入してあげるんで、ここのこれとこれが約分できるということで、このような式で表すことができるということです。そうしますと x6 というのは ここでこの式を使うと、ここに戻りますね。 x6 というのはこのように x6-x0 が 1-2/3 × 10^(1−2/3)/6 × x10−x0 と。で、最初の方で x0 が1と x10 が0ということは分かっていますので、これ代入してあげるということで、ここが0、ここが1ということで、これマイナスになって、でここは1なんで持っていってプラスということで、このような式になると。で、あとはちょっと式を整理してあげるということですね。で、通分してあげると。で、2^10をかけてあげると、まあ、分母分子2と。2^10をかけると乗ずると。ちょっと計算大変で、これ電卓叩くの大変なんですけども、電卓を叩きますと、このようにですね、分母が58025、分子が47385ということで、おおよそ 0.8166 というのが求まります。なのでこれが、6に粒子があって、これが0に到達する確率です。そうしますと、回答欄を見てみますと、8166に近いのが F というのがありますので、回答は F ということで、正解は F というふうになります。